西武バス場石寺営業所。西武バス場石寺営業所は、東京都練馬区石痔台6の16の位に位置する、西武バスの営業所である。主に、石痔公園駅、大泉学園駅、宝屋駅、武蔵関駅、上石寺駅を発着する練馬区西部から、武蔵野市、西東京市周辺の路線を受け持っている。営業所最寄り停留所は、西武車庫前である。 西武バス60年の歩みによれば、大泉学園駅北口にあった西武バス大泉営業所管轄課の車庫として開設され、1968年に営業所に昇格した。また、練馬区市には、1949年に大泉営業所が設置されて、練馬区内における西武バスの運行が本格化し、近距離区内路線のサービス強化を図るべく、 1967年11月30日に大泉営業所の移転によって、上社区寺営業所が現在地に開設されたとある。このように両者によって説明が若干異なるが、駅前にあった大泉営業所が路線数の増加に伴い許容量を超え、新しい運用拠点が必要になったために、開設されたのが上社区寺営業所であることにはそういない。 上尺寺という名称は、開設当時の現在地が、上尺寺2丁目だったことに由来する。営業所の車屋や、実際の車庫がある敷地と、給油所や検車庫などがある敷地とは、旧早稲田通りと富士街道との間に挟まれている。最寄りの富士街道にある、西部車庫前の校舎用のバス停で乗客を降ろした、バスは、給油所や検車庫などがある、敷地内を通り、 旧早稲田通りを横断して車庫に入る。1990年代に行われた清瀬営業所廃止、移転による新座営業所の開設、その後の田無営業所の閉鎖により、大泉学園駅発着路線の一部が新座営業所に移管され、宝屋駅発着路線が田無営業所から東営業所に移管された。近年では、 西武自動車への路線委託を行うため、石神井公園駅発着路線の練馬、高野台の各営業所への移管が進められ、営業エリアが徐々に変化している。社内に掲載される路線図は、当営業所管轄路線だけではなく、かつて管轄であり、戦術のように現在は、練馬営業所管轄となっている、石神井公園発着路線も記載されている。練馬区から、 コミュニティバス、緑バスの一部路線の運行も受託している。2007年3月18日より、パスもスイカの利用が可能となった。JR 中央線、西部新宿線、池袋線、東武東上線、東京メトロ有楽町線、福都新線の駅を結ぶとともに、東京都練馬区、板橋区、武蔵野市、埼玉県和光市の4つの自治体にまたがる、長距離路線。 東京女子大学、総大学院への通学輸送、厚生労働省上借事庁舎、労働政策研究、研修機構への通勤輸送を担う。1971年7月8日付で、基地60.60 60から2が運行を開始し、1979年7月17日にはで、基地60の基地上寺駅発、平日3便、石11の西部車庫発、 平日に便が、成増駅域に変更された。さらに1980年代には、成増町から練馬営業所の団地線に乗り入れて、光が丘3丁目まで延長された。都営地下鉄大江戸線の開業に伴い、光が丘3丁目折り返し所が閉鎖されたため、1998年4月1日付段ヤ改正で、全便が成増町発着になった。 吉祥寺線と異なり、往復とも三郎ド入り口を経由する。2003年12月16日に大泉学園駅北口に設けられていた折り返し場が西武鉄道へ返却され、その代替として埼玉県和光市白子に白子折り返し場が新設された。この時、同所への職入りを行うために像72が新設され、 成増側川の折り返し便として機能している。白子折り返し場は、土田交番停留所の成増寄りに存在し、増70にのみ停車する。成増町停留所は、地下鉄成増駅真上の川越街道沿いにあり、成増駅利用者は一つ手前の、成増一丁目での下車が案内されている。2005年まで上、石寺営業所が受け持っていた、石寺公園駅発着路線が、 高野台営業所を経てに、練馬営業所へ移管されたため、2015年3月現在、管轄路線で唯一石寺公園駅に乗り入れる。2011年12月16日に、基地60から4が新設され、平日朝の吉祥寺駅上石寺駅間は10分間隔になった。なお、同系統は、翌年6月16日より、 上石寺駅折り返しの循環路線となっている。吉祥寺通りの朝ラッシュ対応のため、2017年6月1日のダイヤ改正で平日朝のみ吉60から5.60から6が新設された。都民農園、セコニック折り返し初吉祥寺駅から、武蔵関駅、大泉学園駅を経て、都民農園セコニック、新井座境に至る。中央本線、 西武新宿線、西武池袋線の三路線と大泉の住宅地を南北に結んで走り、東京都練馬区、武蔵野市、埼玉県新座市の三つの自治体にまたがる。練馬区大泉学園長、新座市栄の地域輸送、上智大学石寺キャンパス、成蹊大学、学芸大 ISS、都立大泉高校、同府属中学校、都立石寺高校、 東京女子学院への通学輸送、陸上自衛隊や坂中屯地、セコニック本社への通勤輸送など多彩な役割を持ち、利用者は全区間において多い上に途中鉄道駅での入れ替わりもあり、長距離路線だが高い採算性を兼ね備える。西部の路線では、吉祥寺駅へ乗り入れた最初の路線で、武蔵野市統計書によれば単に、吉祥寺線との鮮明がつき、 吉祥寺駅と車庫を結ぶ路線は、車庫吉祥寺線と呼ばれる。都民農園セコニック新座栄館は、埼玉県内に乗り入れるが、特内均一運賃を適用している。埼玉県新座市に所在する、都民農園セコニック停留所には、バス折り返し所がある。都民農園は、旧東京市が大泉学園駅の北側に増援する予定だった。 大泉市民農園を指すが現存しない。セコニックは、工学機器、メーカーセコニックの本社を指す。両社は全く関係がなく、都民農園セコニックは、都民農園とセコニック本社を単に合成しただけの、停留所名である。1989年9月1日に、都民農園セコニックにーザ境間が延長され、 都民農園セコニックで行っていた休憩機能が新座栄にも分散されたほか、吉祥寺駅西部車こと大泉学園駅、都民農園セコニックの深夜バスが新設された。吉祥寺発の深夜バスは後年、吉祥寺駅を大泉学園駅間の延長、往復営業に改正された。2017年6月1日より、工術の上着字になります線。 後線及び新座営業所管轄路線が共に停車する北出張所バス停が大泉郵便局に名称変更された。なおこの路線は新座総合技術高校バス停にも停車するが新座総合技術高校へ東京都側から越境通学する生徒はほとんどおらず通学輸送は新座営業所の大泉朝香線が担う。かつては 都立大泉学園高校への通学輸送を担っていた。法屋と吉祥寺の間を二つの経路で結ぶ路線で、元は、田無駅北口に所在していた田無営業所が担当していたが、1994年に廃止。その管轄系統のうち、法屋駅発着系統は工術の高21とともに、上石陣へ移管。 西武車庫法屋駅の出入湖線を新設し、現体制の基盤が成立した。基地63は大梅街道を、基地66は新大梅街道、楓通りを走行し、基地上寺駅での乗り場も異なっている。移管当初は乗車整理券方式、このリゴ払い式であったが、1996年に前乗りしみ用方式による区間制に移行した。 2006年10月1日、宝屋駅南口再開発事業に伴い、同駅停留所は、楓えで通り上に変更され、天神山まで延伸された。この際に、天霊市が新設されたが、実際の運行設定はなかった。そして2012年3月4日の宝屋駅南口、再開発事業の完成で、駅前ロータリーが新設された際、東伏見宝屋館を、 天神山経由によって最短経路で結ぶ基地66と同区間を経由する出入りコロ線が新設。天0一が保0一に系統番号変更を行った上定期運行を開始。基地65が廃止され基地63は宝屋駅天神山間を短縮した。基地66は宝屋線で唯一往復とも3ロード入り口を経由する。 田無市営業所から移管された。移管当初は乗車整理券、後乗りご払い方式であったが、以前から信用方式であった関東バスと同じ利用方法となった。西武バス主導のため、他の関東バス路線が通過する稲荷神社前停留所にも停車する。2006年10月1日、天神山まで延伸された。2013年7月1日に、 東伏見稲荷神社法屋庁舎館が伏見通りを経由したルートに変更になった。従来、法屋線の基地63系統と東伏見稲荷神社柳沢駅通り法屋駅間を並走していた。堺・法屋線は田無営業所時代に出入校を兼ねて運転されていた。上社寺駅間後は並行する堺0にでの全便運行となり、 41は一度廃止されているその後、西東京市が誕生すると、市役所田無市庁舎と法屋庁舎の連絡路線として、近隣住民から、バス路線復活の要望が高く寄せられ、2002年にいた41が、平日の未運行を再開した。2006年10月1日の堺礼に廃止に伴い、と休日の運行を再開している。上社区寺駅から、 大泉学園駅南口を経由して、長久保に至る路線と大泉学園駅北口から、和光市南部を経て、成増駅に至る路線に構成されている。校舎は一部で、埼玉県内を通り運賃が変動するため、前乗り先払い、自己申告制となっている。成増二丁目成増駅間は、成増吉祥寺線や練馬間内路線が、 東京都区内特別運賃適用のため220円であるのに対し、上尺寺 E なります線は埼玉地区運賃適用のため初乗り180円になっている。西武バス都区内、武蔵野式日運賃地区専用の定期券や東京都シルバーパスは全区間で使用が可能。また、全線、乗り同士の運賃は距離にもかかわらず220円である。 和光市内から成増駅までは、東部バスウエストがいくつかの平行路線を運行している。かつては、共通乗車券扱い区間のある西部と東部の停留所名が異なる箇所が多かったが、現在は概ね統一されている。2013年5月16日に同日廃止となった長久保順間線とともに経路が再編され、 上石寺駅発着の泉36が新設されるとともに路線名が大泉成増線から上石寺成増線に変更された。停留所名の長久保は付近に昔あった長久保山が由来となっている。長らく大泉木高校循環を名乗っていたが、 大泉学園高校との統合、名称変更により2005年1月16日付で、大泉北高校停留場、大泉桜高校と変更し、大泉桜高校を循環に、名称変更した。大泉北高校循環線時代の一時期、新座営業所に移管されたが、現在は、上社寺営業所の受け持ちに戻っている。 2005年12月17日付で大きく運行形態を変更し、新車の小型車が投入されたが、新経路の運行開始直後から乗車率が良く、数ヶ月後のダイヤ改正で増便された。その反面、この変更により、従来経路の一部は切り離され、その区間は泉十八から一1三八から2、として、長久保への出入小便が数本のみ通過することと、 なった。2008年7月から、リエッセの一部を、練馬区福祉コミュニティバスで使用していた、日のポンチョに置き換え、簡易塗装とした上で統計等に使用されていたが、道路線へのリエッセ新車導入に伴う、機材配点で2018年事件では、リエッセ主体となっている。2014年2月3日より、 平日朝の臨時便として運行していた、大泉学園小学校始発便が定期化されると、ともに、泉38から3の系統番号が付与された。なお泉38から3は大型、中型車などでの運行のため、小型車でないといれない、大泉町6丁目、ビクに公園入口料亭流所は、通過扱い都市、泉39と同様に、 三原体中学校経由となっている。2019年4月1日改正より、泉38系統の運行本数が減らされ、代わって、泉38から3系統の運行本数が、若干数本ほど増える形となる。さらに2020年10月1日改正より、泉38系統は、土休日ダイヤから、土曜ダイヤと休日ダイヤに分離され、 運行時間帯が6時台20時台になる。また泉38から1は、と休日朝の運行する時間を変更し、泉38から2は、長久保発が18時台と、大幅に、終バスの時刻が繰り上がる。東京外環自動車道の速道が整備、開通し、沿線住宅地や、米軍キャンプサウスドレーク跡地に移転してきた、各種国公立機関への足を設けるため、 新設された。東部バスウエスト、ミーザ営業事務所のアレンイチ系統とともに、理科学研究所、税務大学校、司法研修所、裁判所職員総合研修所、国立保健医療科学院への通勤輸送を担う。また東部東上線やメトロ、有楽町線から大泉桜高校へ通う生徒も、乗ってくる。朝夕は特に乗客が多い。 当初は泉39のみだったが、長久保へ向かう和40が2005年に登場した。和40は、毎時1本程度運行していたが2013年4月16日に朝夕のみ、同年5月16日に朝のみに減便されたが、2016年4月1日のダイヤ改正にて、平日、月大金の午前後往復に増便された。が、 その後2018年11月1日には、長久保方面3本、和光市方面2本に再現便され、和光市方面の1本は泉39から3として、大泉学園駅行きに、振り替えとなった。これにより、長久保から大泉学園へのルートは3通りとなった。泉39から3については、2019年4月1日実施のダイヤ改正で、 泉十八から三とともに若干数であるものの、運行本数が増える。また、和光市駅付近の交通状況が夕方悪化する、ことから、十五時以降の和光市駅発全便が、旧川越街道上、和光市駅入口停留所を経由するように、改められている。なお、和四十の和光市駅入口経由便である和四十から一は二千十三年五月十六日に、 廃止されている。和光市内に乗り入れるため、信用方式の区間制運賃を採用している。2014年2月3日より、朝の臨時便として運行していた、大泉第一小学校発着便が定期化されると、ともに、泉39から2の系統番号が付与された。2018年11月1日には2往復に増便された。ほぼ全線にわたり、 交通量が多いため、大幅な遅延が発生しやすく、特に夕方以降の和光市駅発は、他客も、相まって、大泉学園駅まで1時間近くかかることもある。西尾窪駅から上、石寺駅を経由して、大泉学園駅南口に至る路線であり、関東バスと共同で運行している。以前は、大泉学園駅の北口に乗り入れていたが、 南口再開発、駅西側の立体交差工事竣工により、南口発着となった。西尾木久保駅周辺が、ループ線になっているのも、路線の特徴の一つで、大梅街道営業所は、関東バスの営業所だが、西部バスの停留所も、同じ名称を使用している。大泉学園駅と、西尾木久保駅が、バスで結ばれたのは1950年代の末頃の、 ことだが、当時は、西武バスが単独で運行していた。経路も全く異なり、三方寺池、上草駅を経由してそのまま南下し、関東バスの運行エリアを避けて、西小木久保2丁目から、西小木久保駅に到着していた。現行経路で、共同運行するようになったのは1967年の、ことである。阿佐ヶ谷駅から、小木久保駅。 上草駅、大泉学園駅を経て、練馬区北部の長久保に至る、長距離路線で、昭和30年代の半ば頃に開通し、当初の運行区間が、阿佐ヶ谷駅都民の応援であったことから、その頭文字を取って、後線の路線名がついた。杉並区統計所によれば、長久保への延伸後も一貫して、後線の線名が使われている。 小木久保駅 JA 東京青葉間では小木14、系統が同経路を走るが、小木14は小木久保警察を経由し、後線は法務局杉並出張所を経由する。都民の応援セコニック経由便は2011年7月16日に一度廃止されたが、2013年5月16日の泉35廃止に伴い、沿線にあった。 大泉桜学園、大泉特別支援学校の両停留所への便を確保するため再設定された。なお、泉35から7は廃止前は泉35から4として運行されていた。小木15から2は2014年6月16日のダイヤ改正で新設された大泉学園駅南口までの区間便である。緑バス、練馬区、コミュニティバス、緑バスは 六系統のうち以下の四系統の運行を受託している。成増町から先、練馬営業所の団地線に乗り入れていた区間である。営団地下鉄有楽町千営団成増駅、開業直後の1983年9月3日付で、成増町光が丘三丁目間が延伸され、吉祥寺駅発の平日2便は、成増駅を経由していた。 都営地下鉄大江戸線新宿駅延長開業に伴い1998年3月31日限りで光が丘3丁目折り返し場の土地の沈借契約が終了し閉鎖されたため成増町光が丘3丁目間が短縮された旧田無市営業所の境線小賀団地線の変形だったが第41系統との重複整理のため 2006年10月1日付で、全便田梨駅発着となり廃止された。1992年12月24日付で、新座営業所へ移管された。片山小学校から先、新座営業所の片山線に乗り入れて、浅香台駅まで行っていた系統。泉30系統が、上尺寺書館だった時代に廃止。2015年3月20日付で、 ニ座ザ営業所へ完全移管した。最末期の上借地担当便は、大泉学園駅方向の平日早朝1便のみだった。1994年6月16日付で、ニ座ザ営業所へ移管された。泉35の各系統で、長久保循環線を構成していた。泉35から2の西武車庫域は2011年7月15日、限り、 泉35と泉35から2の西部車古発は2013年5月15日限りで廃止された。なお、廃止時点で設定されていた他の泉35の枝番付き系統の変更はない。大泉学園駅北口の再開発工事に伴い、2013年5月16日から2015年3月20日までの期間限定で運行していた。 泉36と泉37は1994年6月16日付で、新井座営業所へ移管の後、廃止となった。像72と同時に新設された上尺寺、成増線の職入り便。2013年5月16日に廃止された。15時代以降に、和光市駅南口を出発する片道運行の路線。 2013年5月15日限りで廃止された。2004年11月12日より、一司令2の全便と一司令1の始発便以外は、成増駅方向が下屋敷経由へ変更された。残された一司令1の始発は一司令1から1として存続し、2005年10月16日付の高野台営業所移管まで運行していた。 2011年5月16日付で、練馬営業所へ再移管され現在に至る。2005年10月16日付で、高野台営業所へ移管された。小木久保泊まりの区間便。2011年7月15日限りで廃止された。2018年秋から運行開始された、小木16系統は、練馬営業所の石、小木線に属し、直接の関係はない。 緑バスの先駆として1991年に試験運行がスタートした。当初は、光ヶ丘駅と宝屋駅を結ぶルートの他に、区役所と武蔵関を結ぶルートも存在したが、こちらは1997年12月28日、限りで廃止、宝屋ルートに一本化された。西東京市キャンバスとなった後も担当したが、花バスとして改正を行った際に、 滝山営業所へ移管。西部が導入した三、三菱 OEM、PKGAP35UM 三菱 OEM、PKGAP35UM の車内行き先表示が、カラー LED の一般路線バス一般路線用、大型車については、都内の他の営業所同様、UD トラックス車両が導入されていたが、2006年以降は、いすず自動車製が、2008年以降は三菱。 不走トラックバスの OEM 社、2011年度以降は、三菱不走トラックバス製の純正車が導入されている。これは混雑緩和対策として、後部座席配列が従来とは異なるレイアウト、変更車で、利用者の多い吉祥寺線に優先導入して、輸送力増強と混雑緩和を図っている。2009年導入の A 級から379号車からは、 優先席の位置を変更し、今までの優先席の場所を車椅子スペースにして広い、空間を確保した。2013年3月上旬、数年ぶりに、イスズエルガが、ハイブリッドモデルで導入され、2015年に、さらに追加導入された。2016年には、ディーゼルのイスズエルガが導入された。中型車は、一般路線、緑バス、ホーヤルート用として、 日産ディーゼル製の車両が小型車は大泉桜高校線と緑バス大泉ルート用に日のリエッセ緑バス関町方ヤルート用に日のポンチョが配置されている2011年12月16日より一般路線の LED 行き先表示器の系統番号表示が四角枠内で頭文字と番号が上下均等だった書式が 四角枠はそのままで頭文字を小さく番号を大きく表示する書式へ変更された。また2015年3月下旬から従来の LED 表示器から新たに路線バス用に開発されたカラー式 LED 車が他の営業所とともに改造、順次出場し運用に入っている。車内放送装置はレゾナントシステムズ製を使用している。アナウンサーは ニーザ営業所と同じである。音声合成放送装置は、ネプチューン製 FC-7000 型である。2007年秋より、左折時の方向指示器と連動して、電子音が鳴るように、車外スピーカーが設置改造されている。電子音が鳴るだけで、左に曲がりますといった音声ガイダンス機能はない。音量は、運転席の横のスイッチで、大、中、 ショーの3段階に設定できる。どれも、車内でもよく聞こえる音量であるため、乗客への注意喚起にもなっている。最初、大型の運行記録カメラを A1 から762号車に設置し、試験運用を実施していたが、2009年末頃から、すでに導入されていた車両に対しても小型カメラの設置工事を行い、2010年春に工事が終了した。 試験車の A1 から762号車には、ステッカーが重複されている。大型の運行記録カメラは、現在も残存しているが、その隣には従来車と同じ小型カメラが設置され、大型の運行記録カメラは、電源は切られている。なお、2009年末から2010年春までの工事の間に、同時に、車内の運転席横と出口の横のそれぞれ2カ所に、 防犯カメラを設置している。ありがとうございます。